豪華な観覧船が登場します岐阜市は来年の長良川鵜飼について43隻のうち3隻を総額1500万円かけて高級観覧船に改造します外観のデザインは闇に溶け込むがテーマ30人の定員も10人から15人に減らし広い空間を確保内装は闇に光る青白い月の光橙や黄色などのかがり火深い藍色の金火山を基調に 間接照明などでくつろぎを演出します貸切料金は他の観覧船の3倍注文に応じて本格的な解析料理の提供も検討しているということで市は新型コロナ収束後の富裕層や外国人観光客らの利用を見込んでいます